皆さんこんにちは、ミヤクレです。ということで今回はどこまでマルチャレンジ普通を2万コース以上クリアした人がどこまでマルチャレンジ普通の金メダルですね、金メダルを最速でゲットする方法を教えていきたいと思います。はい、ということでね、最初にね、まあ、この方法はね、誰でもできますので、どこまでマルチャレンジ普通で金メダルを最速でゲットしたい、最速でね、金メダル欲しいって方はね、ぜひ最後まで見てくれると嬉しいです。はい、まずね、マリオメーカー2にはね、メダルというものがあります。はい、今見せて いくんですけども、はい、こんな感じでメダルっていうのが一応あるんですけども、いろいろね、あります。はい。まあ、世界1000位になると、銅メダル。世界1000位になると銅メダル。200位になると銀メダル。で、世界100位になると、金メダルゲットできます。はい。そして世界3位。まあ、これはちょっとね、まあ、世界3位に関しては、まあ、どこまでとかに関してはね、まあ、ちょっと現時点だからだと結構難しいと思うので、あれなんですけども、まあ、一応言っておくと、世界3位になると帯っていうものがつきます。はい。ちょっとね、僕自身ね、ミヤクレ自身はね、帯ちょっと言ってないんで、まあ、見せると、あれなんで、他の人見せると、だから見せたいんですけど、まあ、調べると多分出てきます。はい、帯ってものがついて、3位になると、帯銅、2位になると、帯銀、1位になると、帯金、帯がついて金になります。はい。ってことでね、今回はどこまでマルチャレンジ普通のね、メダル最速ゲットなので、まあ、撮影現時点でどこまで普通の世界100位になるためのボーダーをね、まず最初に見ていきたいと思います。はい。はい、現在2022年7月1日の、午後13時57分現在で、世界100位の方の記録がこちらになります。はい、19,659 コースということで、こんな感じになっております。はい、でね、まあちょっとね、パッと見た方ね、多分大体の方がね、19,000、まあ、約2万コースもあるの、今からでもいけるかっていう思う方いると思うんですけども、大丈夫です。はい、これからね、どんな感じでね、この記録を超えられる、まあ、超えられたり、まあ、100位に入れるかっていうのをね、説明していきますので、よければね、見てください。はい。どこまでマルチャレンジのね、普通はね、比較的楽に100位に入ることがちなみにできます。はい。なぜかと言いますと、難易度が普通のため、まあ、ゲームオーバーにね、まあ、なることがね、ほぼないです。はい。まあ、普通ってね、やっぱ難易度普通なので、まあ、簡単と比べるとちょっとまあ、難易度上がるところもあるんですけども、まあ、普通は難しいっていう難易度でもない。まあ、難しいね、とても難しいってありますけども、まあ、普通なのでね、まあ、ゲームオーバーになることは、まあ、安定してくればないんじゃないかなと思います。あ、ちなみにね、その難易度ね、簡単、簡単ですね。簡単の難易度のね、100位がね、どんなものかっていうのもちょっとね、一応見せていきたいと思います。はい、こんな感じでね、まあ、100位の方が3万3000ということで、まあ、だいたい、まあ、1万4000コースほどね、まあ、クリアしたコースがね、簡単の多くなっています。はい。まあ、つまりね、このね、普通はね、まあ、簡単と比べてもね、難易度はね、少し高い。まあ、さっきも言った通り高いんですけども、まあ、100位には比較的入りやすいです。はい。まあ、1万4000コースもね、結構下がるってのはでかいんじゃないかなと思います。はい。まあ、さすがに倍までいかないけどね、まあ、でもそれでも100、1万4000コース、まあ、かなりでかいです。それではね、早速、コースを進めていきながらね、まあ、やってきます。教えてきます。最速で、まあ、最速で進める方法ですね。教えてきます。はい。で、現在、ミヤクレはね、まあ、最初にも言ったと思うんですけども、まあ、2万コース以上超えてるということで、まあ、現在、まあ、99期で、21,945 コース普通をクリアしております。はい、で、まずね、はい、まず、難易度ね、これ簡単でも使うことです。まあ、難しいでも使う。まあ、とても難しいでも多分使うかなと思うんですけども、まあ、特にね、簡単普通はもう、難易度的に見てもね、もう、極力ね、こんな感じでね、左下を見てわかると思うんですけど、ベストクリアタイムっていうのがあって、それをね、16秒って今書いてあると思うんですけど、まあ、これを見ながらね、やってきます。はい。難しい、とても難しいになってくると、まあ、難しいっていうのはもうイコール、まあ、難しいなんで、難しい、とても難しいと思ったんですけども、それなんで、BT っていう、まあ、ベストタイムか、そのベストタイムを略して BT って言うんですけど、まあ、うん。それをね、見たところで、まあ、ちょっとどうかなっていうところあるんですけど、見てもね、そんなに、まあ、正直難しいって、長いコースの方がね、いいとかってあるんで、まあ、はい。あれなんですけども、まあ簡単、普通はね、早くクリアしたいっていうのがね、やっぱ一番だと思うので、まあ大体ね、まあ45秒以内で、まあスタンダード、タグにスタンダードとかって書いてあるものは極力やった方がいいと思います。はい。場合によってはまあ50秒超えでもいいと思うんですけども、1分以上いってるスタンダードはもう極力やめた方がいいです。はい。で、まあ、あと他にね、タグとかに謎解きとかついてあるものもやめた方がいいと思います。まあ、謎解きってその通り謎を解く感じのタグがついてるってことは、つまりまあ、謎を解かないとダメなので、まあ、早く行ければいいんですけど、まあ、謎解きが解けないとかなると結構手こずっちゃうので、そんなに長くなくてもまあ、30秒、まあ見てもまあ、謎解きによっぽど10秒以内とかってやってもいいと思うんですけどもね。まあ、ちょっと40秒とか30秒台もやめた方がいいかなと思います。はい。
では早速やっていきます。まあこれ16秒でシングルプレイ、まあスタンダードとは書いてないんですけども、まあシングルプレイということでねやっていきたいと思います。はい、まあちょっとね僕自身、まあミヤクレ自身ね結構まあ普通の動画はね出しているのでまあ洗練にはなるんですけどね、まあ結構よく、まあもちろん分かってると思いますけど、まあ2万いってるので、はい、まあガンガンやってます。まあ慣れてるっちゃ慣れてるかもしれないです。はい、まあ、なのでしっかりと、まあ普通なんでね、まあこれ見ながらね普通やったことない方でもね多分普通がどんぐらいの難易度か分かります。特に最初からまあこういうスタンダード的なコースが出たんで分かりやすいと思います。まあ多分これ、ね、大体ですけど、そうですよね、ゴールになると思います。はい、まあこんな感じでね、簡単は本当にもう難易度的に言ってもう敵が本当にいないとか、もう一瞬でゴールできるとか、もう何にも敵ない状態でもう目の前ゴールとかっていうのがあるんですけども、まあ普通はそれはないので、はい、まあないんですけど、まあアイテムとかは適度にあるし、まあ普通の、まあだから ほとんどの人が見て難易度が普通か、まあ難しくはないけど、まあ簡単でもないかなって、もうその間取ったコースの難易度がね、まあその後に出るんで、あ、地獄ですね。はい、そんな感じです。はい、おおおお、はい、ってな感じで、まあこんな感じでね、まあ普通たまにこういうのありますね、パックンが出るとか。まあでもまあ一回分かればもう分かることなんで、一回こう待って、あ、そっか、ファイフ君か、待っていくか、オッケー、よいしょ。でこれは上か、上じゃないね、まっすぐだね。あー、ドッスンか、それドッスンもね、あめ、ああ、ミスった。ドッスンもねちょっと向きとかあるんでそこ見たかった。ちょっとこれ今のボンミスです。はい、まあ奇数はまあ一応ね99からスタートだったんで一応2個落ちちゃったんですけども、これいけるかな、まっすぐいけるわ、オッケー、ダッシュすれば来ました。あー危ねー、ほい、あ、これ待ってくる、危ねー、スター、オッケー、スター来た、ナイス、やば、来た、まあ、テレサたくさんいたからスター来ると思ったけど、ゴールかな、あ、ドアだね、オッケー、おーっと、あ、ボス、待って、倒せ倒せ、危ねー、オッケー、ギリスタイル倒せた、ナイスナイス、ドア、鍵ドア、ゴール、ナイス、オッケー。さあ行きましょう、18秒でリンク、まあ、リンクってタグはまあリンクが出る通りで、まあほぼスタンダードかな、まだ18秒なんでそんなに長くはないと思います。よし、まあこれはね爆弾を出してって感じかな。うん、これはまあ下頭突きみたいなやつでまっすぐ行けばいい、オッケー、キラー出てくる、危ねえ、あー、やられ、待って、危ねえ、取る、オッケー、アイテム取っていこう、あーっ、オッケー、よいしょ、危ねえ、あー、待って待って、あ、でもランチアイテムあるか、なければやばい、あー、なかった、あー、はい、でまあここでもう一個言うとね、言うんですけども、まあ基本的にね、そう、まあやっていくわかると思うんですけどね、皆さん普通でもうたまにねこんな感じで手こずることってなります、もちろん。はい、なのでまあ大体スタンダードでもまあ3回ほどねやられてしまった場合はまあ無理かなと思って、時間がもうまたやられる可能性があるっていうことなので、まあいければいいんですけど、いけない場合があるって考えると、まあ、パスして、ほい、パスした方がいいかなと思います。はい、まあさすがにね1回とかじゃあれですけどね、まあ、3回ぐらいやれたらね、やっぱそのコースはね合ってないって可能性、合ってないっていうか、まあちょっと難しいって可能性もありますんでね。うん、あ、ゴールですね、ナイス。さあ行きましょう。9秒。お、9秒いいね。あーめ、ちょっと待ってね。今のはボミスですね。いや、でもね、9秒は、いいですね。うん、本当に、そう。ベストクリアタイムって最速のタイムなんで、もちろんね、その、絶対に、それが最速だから、もちろん、それよりね、更新すればもう早く切るって場合もあるし、逆を言えば、それより長い場合ってものが、まあ、さすがに、ね、最速なんで、それをね、超えるってことは、まあ難しい場合もあるんですけども、よし、これはネタ見てます。はい、こんな感じ。よし、塗り捨てて、ゴール、オッケー。さあ行きましょう。32秒でね、これみんなでバトルって書いてありますけど、まあみんなでバトルって言っても、まあなんかパッと見スタンダードっぽいんで、やってみましょう。ファイヤーボールか。さあ、これはスピンかな。うん。これで、下ある。あ、オッケー、ある。そう。あとね、まあこれはね、そんなに普通だと使うかわかんないんですけど、まあ、ポーズっていうこのプラスボタンを押すと、一回画面が止まるんで、これでね、状況判断っていうのもできるんで、まあ、これ普通だとそんな使わないけど、特にとても難しいとかってないのになってくると、下が何も見えないとかっていう場合があるんで、そういう場合はね、まあ、使うとね、一回判断ができるんでね、使うといいです。まあ、普通でもたまに差し場ないときはね、使うといいと思います。これは、どういうこと？
ちょっとね、こういうどういくかわかんないコース、あ、止めた。わかんないコース、バスで行くのは32秒なんで。これ前、前ってか、ある。始まる、オッケー。ナイス。オッケー、どかね、オッケー。さあ、どこ行く？さあ、ゴール切ってほしいけど、あ、ギャオした、オッケー、ナイス。さあ、行きましょう。5秒。うわー、こういう感じか。ゴールは目の前系か。こういう系はね、なんか、どうだろう。いけるかないけるといいんだけど、いけるかな。あー、無理か。無理そう。あー、無理そうか。うん、まあ、初めてパスしましたけど、まあ、そうですね。こんな感じで、まあ、ゴールドは目の前系、普通はね、簡単だとゴール目の前はほぼね、ないんですけども、まあ、普通、さっきも言ったと思いますけど、あるんで、こういうのは、一回ミスた場合パスした方がいいですね。これもまあ、1分なんでパスします。みんなでバトル起こすかな。まあ、一発でね、ほんとこういうの決めるとでかいけどね、短いから。特になんかね、トゲ針を抜けるみたいな、その上と下にあって、それ1マス抜けるとしゃがみくるんでいくみたいな感じもあるんですけど、まあ、そういうのは、一発で抜ければいいけど、まあ、2発以上やるっていうのはリスクがあるんで、まあ、そういう場合はやめた方がいいかもしれないです。これは45秒だっけ？そういう、45秒ですね。はい。さあ、これはリフトに乗っていく感じかね。上行こうか。あ、下だ。こっちだ。一瞬どこ入れるか乗ったけど、ちょっと危ねえ。クリボ危ねえ。うわー、これクリボ落ちてくんだ。まずい。やばい。ほっ！よし、オッケー。これでジャンプして。あ、土管違う。土管じゃない。左だ。ミスった。土管かと思ったりしてる。違うんだね。これどこ行けばいいか分かる？あ、ドアだ。ドアかな。オッケーオッケー。ほい。ほい。さあ、そろそろゴール来てもいいんじゃないかなと思いますけども。どうでしょうか。あ、ゴールだ。あったあった。オッケーオッケー。ナイスー。はい、ってことでね。こんな感じでね、まあ、進めていけばね、おそらくっていうかね、いやまあほぼ確定で、まあ地道にでもね、やっていけばね、必ずね、どこまでマリアチャレンジでね、普通はね、金メダルをゲットすることができると思います。はい。で、最後にね、まあ、現在世界74位ということで、なんですけども、最後に、ミラクル自身が世界100位いった時からね、まあ、1週間ほど経ったんですけど、まあそのせい、ちょっと今から写真見せるんでそちら見てほしいんですけども、はい、こちらですね。ミラクレ自身が世界100行った時は、19,525 コースでした。で、この撮影時が、まあ、2022年6月22時、22時、22日、午前10時21分ということで、まあ大体ね、撮影日からまあ1週間ちょい経過したんですけども、まあ、この間ね、まあ、さっき見たと思いますけど、まあ、ボーダーがね、まあ、100、まあ、40、50あたり曲がりましたね。うん。てな感じで、まあ、1週間あたりね、まあ、ボーダーっていう、その、まあ、100位のそのラインっていうのが、まあ、もちろん、他の人もやってるから上がると思うんで、まあ、それはね、各自やっていく上で、まあ、自分自身の、その人自身のね、その方自身の、まあ、進み具合、毎日やれる進み具合っていうかを見ながら、やれば、まあ、それをね、計算したり、まあ、なんかその、例えば、計算機使いながらでもいいんですけども、それ計算すれば、まあおそらく、いつ頃には100いけるかなとかも分かってくると思いますんでね。はい。それでやっていけばいいかなと思います。はい。まあまあ、でもそうだね。100位、1週間ちょいでまあね、100、40、50ってどうなんだろうね。まあちょっとよくそこまで分からないんですけども。まあでも結構、まあでもそうだよね。だってそう思うともう、1ヶ月後とかボーダー2万いってるってことだもんね。そう思うと、ああすごい、結構ね、って感じですけど、まあでも、皆さん頑張りましょう。まあ本当に、さっきも言ったと思いますけど、簡単よりはね、全然楽なので、1万4000コースほども楽なので、頑張っていきましょう。って感じで、今回はこんな感じにしたいと思います。はい。まあね、何かね、この動画見たら全然わかる、まあ全然わからないってことはないかもしれないけど、まあ例えばね、ここちょっとわからなかったとか、もうちょっと気になるとかって方はね、コメント欄でね、コメントいただければ、まあできる限り、まあわかる範囲で、コメント返していきたいと思いますので、まあ、わからない方はね、コメントください。はい。ではね、最後までご視聴ありがとうございました。もしもね、この動画が参考になってよかったよとかね、もうほんとためになってよかった、これで頑張っていこうって方はね、ぜひチャンネル登録などしてくれると嬉しいです。はい。では、最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。